皆さんこんにちは。サクッと3分、今日も始めていきましょう。今日は正しい立ち姿勢が取れない方、そしてダンスになった時に股関節の動かし方、お尻の使い方が下手くそがゆえにダンスの上達を妨げてしまっているというところを少し改善していきたいと思っています。本編に入る前に少しだけ宣伝をさせてください。9月にスペースアートダンススクールの発表会の開催が決定しました。そしてこちらの YouTube チャンネル、まもなく1年になるんですけれども、 YouTube チャンネルの方からオンラインナンバーというので、ぜひ出演を募っていきたいと思っています。オンラインナンバーの振り付けは実践動画の方でレクチャー動画アップしていますので、ぜひそちらの方を見ていただいて、まあ、遠方の方はね出演できないと思いますので、ぜひね練習だけに使っていただいてもいいんですけれども、もしね場所が可能だよっていう方はぜひ詳細の方を見ていただいて参加を検討してくださるととても嬉しいです。さあ、それでは本題の立ち姿勢が悪いからなかなか上達を妨げてしまうよねというところで、反り腰とか、そして猫背とか、そういう動画をジェミニズアイというコーナーでものすごく詳しい知識の方を話しているんですけれども、意外とこの間も生徒にまっすぐ立ってごらんって言ったらなかなか立てなかったんですよね。まず気をつけの姿勢を皆さん確認していただきたいなと思うんですけれども、足はねしっかりとつま先とかかとつけていただいて、そしてダンスでは少しつま先の方に体重乗せてねっていうふうに私は言ってるんですけれども、正しくはかかとと膝のこのちょっと横側ですね、そして骨盤の横、そして脇の下、耳、これがまっすぐになっていると正しい立ち姿勢と言われてます。だから若干かかと寄りということになりますよね。これが反り腰とか猫背の方はこの骨盤がまっすぐになっていなきゃいけないんだけれども、前の方に少し傾いているから上体がかぶったりとか腰が反ってしまったりとかするということになっていきます。しかしパワーを発揮させるためには少しこの後傾、後ろに傾けるということを練習していかなければいけないんですけども、ちょっとね皆さんお尻の形見ていただきたいんですけれども、まずお尻に力が入ってないと素早い移動ってできないんですね。ですのでこの反り腰さんとか猫背さんっていうのはお尻が今このような形になっています。まっすぐだとここ、そして後傾させていくとお尻がグッとグッと締まっていくのがわかると思います。このお尻のギュッができないがゆえに股関節の動かし方も下手くそになってしまって、なかなか踏んだ時にお尻が逃げてしまう、だから構図も汚くなるし力も入らなくなってしまうということがかなり見受けられますので、今から座っていただいてストレッチいくつかやっていきましょう。それでは3分で皆様の股関節のパワー、そしてお尻の筋肉働かせられるようにしていきたいと思います。それではスタートです。はい、それでは皆さん腰を下ろしていただいていいでしょうか。長座の姿勢になってみてください。長座の姿勢になりましたらできるだけ骨盤まっすぐ立ててください。この時骨盤が寝てしまっている状態なので、できるだけ立てるようにしてみてください。硬い方は手を押していただいて構いません。この形、この角度を変えずに少しずつ後ろに倒れていって、手のひらがついて安定させるようにしてみてください。首が前に出ちゃうとパワーが変わっちゃうので、このようにしてみてください。そうしましたら、これでですね、足、よいしょ、斜めにします。足をギューッと寄せていただくと、かかとが上がっていきます。足は反るように、フレックスにするようにしてみてください。ギュー、ギューです。はい。そうしますと、かかと上げると、太ももの前面に力が入ってくるのがわかると思います。さらに、お尻まで締め込むと、わかりますでしょうか。グッと、はい。さらに力を締め込むことができます。ですのでこれを10回力を入れて筋トレだと思ってやってみましょう。姿勢を保ってください。いきます。せーの、1、お尻まで、はい、2、はい、3、はい、4、はい、お尻まで、5、はい、6、はい、7、はい、8、9、10、はい、 OK です。少しリラックスしてください。太ももの前とか来る人はこの根元のところまで来たんじゃないでしょうか。ここ来てれば最高です。そしてお尻が力入ることによって腰がよりね盛り上がるようなイメージが皆さん感じていただければ最高です。では次です。今度はちょっと皆さんの意識頑張っていただきたいんですけども、お尻しっかり力入れたよっていうところから曲げていきます。曲げていきます。はい、曲げていきます。この時にお尻曲げれば曲げるほど
お尻開いていきますから抜けていくんですけど、開くのを自分の意識ですね、お尻の穴をギュッと閉じる意識を持っていく、開いていくんだけど閉じていく閉じていくっていう意識をしっかりと持つようにしてみてください。これを10回やっていきたいと思います。それではやってみます。しっかり姿勢を保ってください。では力入れたままですよ。今度大変ですね。いきます、せーの、1、はい、伸ばす、はい、2、お尻締めてください、はい、かかとまで上がる、3、はい、4、結構きつい、はい、5、よいしょ、はい、6、あー、汗出てきましたね、はい、7、はい、8、おー、きますね、はい、9、よいしょー、かかと上げて、10、伸ばすまで頑張ってください、はい、リラックスです。ふう、これ結構きついですね。今この根元のところと腰のところ、この、ね、付け根のところが筋肉働いたなって感じる方は正しいです。はい、では早速なんですけれども、今のように最初スッと立っていただいて、かなりね骨盤がこうなってたものがこっち側に行ってるのを感じていただけるんじゃないかなというふうに思います。それに対して少し溝落ちあたりをこう締めてあげるとまっすぐになりやすくなります。これを最初に自分の姿勢、横向きの姿勢とかを鏡とか写真とか撮っていただいて、少しこうなってたものがこっちに行きやすくなるはずなので、それを試してみてください。このストレッチ、まあ、筋トレに近いですね。今回は筋トレをやった後だとこうなってて、こうなってて、例えばリズムトレーニングをしてたんだけれども、これがこっちになってきますから、パワーが伝わりやすくなるということになっていくということなので、ぜひねダンスをやる前に少しだけ汗をにじませるようにしてみてはいかがでしょうか。スペースアートダンス TV では皆様のライフがエナジーあふれるものになるように、そして少しでもハッピーにつながるように動画を作っていきたいと思います。チャンネル登録、グッドボタン、そして頻度高く更新もしていますので、ぜひ通知ボタンの方も押していただけるととても嬉しいです。さあ今日の骨盤周りをしっかりと鍛えていく、特にお尻とか腰の上のこの辺ですね、ここを鍛えていったんですけれども、これをするだけで姿勢がまっすぐ立ちます。やっぱり斜めになってたりとかすると力って上手に伝わっていかないので、やっぱり立ち姿勢を美しくしたいところですよね。これはダンサーだけにとって大事なことではなくて、ダンスと関係ない、運動と関係ない人でもできるだけまっすぐに立ちたい。そのためには骨盤の位置だったりお尻の使い方、この2つすごく重要になってくるので、ぜひ参考にしていただいて健康を保っていただくとともに運動性能を上げていただければと思います。それでは今日の動画はこれで終わりにしたいと思います。また次回の動画でよろしくお願いいたします。 YouTube で学んだことをステージで披露してみませんか。スペースアートダンス TV オンラインナンバーの出演者を募集します。オンラインで学べる時間は本当に効率的だし素晴らしいと思います。そのオンエアにプラスして人と人とのエネルギーがぶつかり合うリアルな現場をミックスできたらと密かに夢を描いてきました。ステージにはその瞬間も、そしてその準備期間にも本当にたくさんの魅力がありますし、新しい自分と出会うことができます。踊る喜びを一緒に共有できること、そして出会いを楽しみにしています。スペースアートは2007年にダンススクールをスタートし、今年の9月には第15回目となる発表会の開催が決定しました。チャレンジすることをコンセプトに、毎年様々なドラマが生まれる発表会、そのステージにスペースアートダンス TV の視聴者の皆様から、ステージに乗ってみたい、ダンスにチャレンジしてみたいという方を募集していきます。ダンス未経験者、そしてブランクがある方でも OK です。チャンネル内でレクチャーしているステップを中心に、初心者でもパフォーマンスできる振り付けです。年齢も問いません。条件はチャンネル内で公開される振り付けを覚えることと、そして情熱を持って取り組むこと、これだけです。流れとしては5月末より週1回振り付けのレクチャー動画をアップしていきます。これらの動画を見て練習していただき、本番の日にステージでパフォーマンスというシンプルな流れになります。現在は詳細未定な部分はありますが、動画の概要欄に決定事項を載せておきます。興味のある方はぜひご覧ください。ライフサイクルに運動を取り入れたい、ステージに乗ってみたかった、昔踊っていたけどもう一度スポットライトを浴びたい、その思い、チャレンジをスペースアートと一緒に叶えていきましょう。スペースアートダンス TV でエナジー全開、一緒に踊りましょう。